まだご視聴ありがとうございます。うまくもないけど、ひたでもないハモタルでございます。ロックキング、サタンアルファ、やっと動画撮れる。水キラー、魔封じ、ロングパワー、弱キラー、重力キラー、原用キラー、全部殴り。やばいよね。で、SS は、簡単に言うと、ミューズです。で、友情コンボが新友情の超絶貫通12。いやー、これにキラーが乗っかってるってさ、もうロマンでしかないでしょ。つって、まあ、こんな感じの喋りをしながら、離れ攻撃をね、今と同じ編成でやってたんですけど、結局、ボス2で負けましたね。1時間やってみたけど、ダメだった。で、動画は撮りたいんで、ダウト、やっていきます。ダウトだったら16キラーも乗っかっからね、もっと強い。とりあえず、短縮して、待て。友情で倒したんだが。友情で倒せるんだね。ありがてえや。はい。まあ、やっていきましょう。壁出たけど、さっきの感じだったら友情で倒せるなら、コツンって、しぶき上げて、あれ倒すな。あ、あれか。ごめん。あれですね。うん、あれじゃわかんないか。誘発したからか。だから、これでいけるか。はい、コツン越して、あとは友情でいける。オッケー。サクサクだね。まあ、こんな感じでダウトで動画撮っていこうと思います。いや、離れコグニはね、やっぱダメオで焼け死んだね。うん、残念でした。だからここは、もう初手なんてダメオ出てないから、ダメオじゃない、減速壁。もう普通にカンカンカンで、カンカンカンで倒していけんじゃないの？かき鳴らそうぜ。だよねー。最高じゃん。はい。まあ、これでまだね、原用キラー乗っかってないからね。素晴らしい。早くダウトと会いたいぜ。で、ああ、まだそうか、まだこれか。正直ダウトやるのもちょっと久しぶりなんで、どの順番でなんか出てくるとか覚えてないんですよね。ご了承ください。アクセラレーター状態がいっぱいいるから、暴れ回ることができる。一手抜け、余裕だね。そして SS がちゃんと溜まっていくっていうね。最高。そう、この辺もね、ごめん、比べてあれだけど、離れ国技だとやりづらいのが、ウィンドで引っ張られて、全然短縮できなかった。ねえ、負けた言い訳ばっかり。情けないわ。あー、殴りてーけど、とりあえずは短縮しよう。かき鳴らそうぜ。倒したすごい、今、3ステージぐらい一手抜けしてる。あ、でも次 SS 溜まってないわ。無理だ。まあ、楽しいね。単純に、火力としては申し分なさすぎる。いや、これでも誘発じゃなくて、ちょっと発動したいのに、溜まるしね。触れなかった。逆にうまく抜ける。入ってる入ってる入ってる。しかも今、誘発でダメージ入ってるからね。いや、これがキラーか。これがキラーじゃけえの。吐き鳴らそうぜ。うわ、気持ちいい。はい、あ、ごめん、ずーっと喋り忘れたこと言いますね。あ、言ったっけ？そう、動画撮りすぎてね、言ったか言ってないか覚えてないんですけど、アルファキャラをやっと動画撮った理由としては、25日からアルファ復刻するんだよね、ガチャで。だから、それでね、今回動画撮ろうということになりました。さあ、メイン友情ちゃんと出るぜ。誘発じゃない。弱点拾ってる。弱点を拾ってしまった。ダウトだぜ。あれ、ダウトってそんな友情入ったっけ？そんな入んないよね。まあ、楽しいからいいか。これで終わるんじゃないの？これ。うっそー。うっそー。こんなダウト見たくなかった。これも、友情出して。で、なんか暴れて、うっそー、サタン殴りもやべえけど、友情もやべえな、やっぱ。重力キラーと弱キラーと、ロングパワーと、水属性キラーと、原用キラーか、今のは。いやー、とんでもちゃんだわ。こいつはとんでもちゃんだわ。かき鳴らそうぜ。もう暴れ打ちで、下のやつ倒したし。あ、でもなんか、雑すぎたな。これ良くないね。良くない例だわ。キャラクターの性能を信じすぎた、私。減速壁出ちゃうとなぁ。ちゃんと処理していこう。
ん？まあいいや。弱点下来ねえかな。弱点下来たらな、ちょっと楽しいんだけど。あ、やら、お、来た。殴りでいけるかな。ワンチャン？パワーボールなし。あー、いけなかったか。友情でいったパワーボールいらねえ。ご視聴ありがとうございました。ハムタロウでございます。面白かったわ。じゃあ、バイバイ。ありがとう。